今年ってウルド氏やみたいな先週知ったな、ウルド氏やっていうことが。連休があった、2回も、2月って2回も連休あんのみたいなところで、24年、1年が366日ある、ウルド氏です。この年は、通常やな、2月は28日までしかないところ、2月の29日まであることで、やな、認知している人も多いんではないでしょうかというところ。まあ、これね、まあ、詳しい方はすごく詳しいんですよね。ウルー秒っていうのがあるんですよ、秒。時間がずれてきたら、1秒足すっていうルールがなんかあるみたいで、ウルー秒っていうのもあるんですよ。時間が変わってくるからっていうことでね。でその紆余曲折を経て、まあまあ今の、世の中があって、で今年は2月が29日まである。うっそやんって、このままで1日4年に1回1日足してやって、でそのうち暦がずれてきたらどうすんのって言うんですけど、少なくとも僕は50年以上生きてるけど、暦が変わったことはないな1日足すっていうことについてね、4年に1回、うん、これね、1年はなんですよ、365日あるので、単純に365を12で割って1ヶ月はね30日、もしくは31日にすればいいと思いませんかと。その通りやん。なぜ2月だけが28日しかないのでしょうか。そこには暦の成り立ちが関係していますと。現在私たちが使っている暦は、古代ローマ時代に、作られた沼暦がベースとなっています。その当時のローマ人は偶数を不吉な数と考え、縁起のいい数字とされる29と31日を1ヶ月間の日数にしました。そうするとどうしても1ヶ月だけ28日になってしまいます。当時の暦の1年の始まりは農作業を始める3月からだったため、年の最後である月2月が28日になったそうですと。へーっていうところですよね。その後ユリウス・カエサルによって制定されたユリウス暦により、1ヶ月は30日もしくは31日になり、1年のスタートは1月からになりました。ですが2月28日やな、2月は28日のままでした。それは2月には宗教的な行事が多く、日数が変わることで大きな混乱が生じる恐れがあったからだと考えられていますと。沼暦では1年が365日と認定されていたため、およそ2年に一度、ウルービーやなというならぬ、ウルー月が設定されていました。2月が終わった後にプラスアルファとして27日のウルー月があったのですと、はい、それが時代とともにうまく機能しなくなり、リリウス・カエサルが政治を行う時代になる頃には実際の日にちと季節が全く合わなくなっていたのです。そこで取り入れられたのがユリウス暦。ユリウス暦では1年を365日に設定し、4年に一度366日になるようウルード氏を設けることにしたのです。へえ、ユリウス暦。1000年以上使われたユリウス暦ですが、実は多少の誤差がありました。その誤差も数年ならそれほど問題はなかったのですが、1000年となると大きなズレになってしまいました。そのため1582年にローマ法王グレゴリオ13世によって命じられて誕生したのが、現在世界各国で用いられているグレゴリオ暦です。グレゴリオ暦ではウルード氏に関して次のように決めています。西暦年が4で割り切れる年はウルード氏とする。1に当てはまる年だっても100で割り切れる年は平年とする。
例えば2100年とか2200年のこと、2に当てはまる年だっても400で割り切れる年はうるう年とすると2000年とか2400年のことね。なぜうるう年が必要なのか、ここね、なぜうるう年が必要なのでしょうか。グレゴリオ暦では1年を365日としていますが、太陽が、地球が太陽の周りを一周するのに 365.2422 日かかります。つまり1年で約5時間48分46秒も誤差が生じるのです。1年で考えるとわずかな差かもしれませんが、そのまま放置してしまうと実際の季節よりも暦の方が先に進んでしまうことになるんですと。その誤差を解消するために4年の一度設けられているのがうるう年です。確かに5時間48分46秒を4倍すれば23時間15分となって24時間に近づけますよねと。それでも24時間ちょうどにならないため、上記で示したように100年単位でうるう年を設けない年を作ったり、400年単位でうるう年を設けるようにしたりと細かい設定が必要なのです。いつもより1日多い日として認識されていなかったうるう日も、その歴史や存在理由を知るとなんか特別感がありますよねと。この日は太陽からの贈り物だと思って意識的に自分のための時間を作ってみてはいかがでしょうかという、こんな記事なんですよ。4年に1回うるう年がなんであんのね。まあサラリーマンやってる人にしてみたらね、2月はすごく早く終わるね。でアルバイトとかやってる人にしてみたらね、働く時間が3日も減ったら3月の給料少なくなるやんみたいなところではあるんですが、これってすごいよね。パソコンとかいろんな電子機器がない頃に、こういうことが決められてる。しかもですよ、何百年も前にそれが計算できてるっていうのが恐るべしやんっていうところで、明日は2月29日うるう日でございますんで、はい、僕もね実は恥ずかしながら今年がうるう日やって気づけんかったんで、あのね、お客さんやな、僕がね電話でやり取りしてる人たちもみんなね2月の28までだったんですよ。約束が2月の29日って言った人ってね、実は一人もいてないんですよ。いてない。だからこんなことが起きるんでしょうね、みたいな感じで、明日はね2月の29日4年に1回1日多い日なんでね、明日は私もあのちょっと無駄に1日を使うことなく、ちょっと何かしてみたいなと思う今日この頃でございます